こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。今日はですね、僕のユニバーサルヒーリングのことでちょっとお伝えしたいことがあるなと思って動画を撮らせてもらってます。ですね、実はあるエネルギーをちょっと今後お客様向けのセッションとかで使っていきたいなと思ってまして、そのエネルギーがですね、何なのかっていうことについてちょっとお話をしたいと思います。でですね、これがですね、もともと僕のユニバーサルヒーリングっていうのは、もともと自己覚醒したものなので、他のヒーリング団体であるとか、なんかそういったところで学んだわけではないです。で、なので、どっからこの自分のエネルギーが来てるのかなっていうことは全然わかりませんでした。で、ただいろいろやってるうちにどんどんいろんなエネルギーと、高次元の存在のエネルギーだったりとか、惑星のエネルギーとか、いろんなものにつながっていったので、で、自然とその自分のヒーリングのスタイルっていうのができた感じになってます。ただ、どういうとこからこれ来てるのかなっていうのがすごい気になってたので、テリー・サイモンさんという、アシュタールのですね、世界的なチャネラーさんなんですけど、その個人セッションを去年の12月の初めぐらいですかね、に受けたんですね。で、そこでアシュタールですね、テリーさんの体を通して、フルトランスでアシュタールが対話をしてくれるんですけれど、で、あなたの、ヒーリングっていうのは、ユニバーサルヒーリングテクニックですと。で、あなたはユニバーサルヒーラーですって言われ方をして、で、どういったものかと言ったら、その、あらゆる、この宇宙に存在するあらゆるエレメンツ、エレメンツには元素とか、なんかいろんなものですね。物質とかも含めてそういったものだったりとか、あとは惑星のシステムって言って、そのいろんな宇宙に、銀河の中にたくさんある惑星の持っているようなエネルギーだったりとか、そういったもの、それから神様のエネルギーっていうことを、アシュタールは言ってましたけど、その神様っていうのは多分いろんな存在があるのかなと思うんですけど、ただゴッドって言ってたので、創造主も含むっていうような感じみたいなんですね。で、ちょっともうそれを聞いたときは、そんなにすごいのとさすがに僕もちょっと思ったぐらいだったんですけれど、ただやっぱり、その言われたことで最初は驚きつつも、この能力っていうのは本当にやっぱり価値があるもんなのかなと。明日あるはそこでどんどんそれ提供していったりとか、今後教えることをしていってくださいなんてことは言ってたんですけれど、で、それまでいろんなつながってたエネルギーやったんですけど、まさか自分が例えば創造主のエネルギーなんかとつながることなんかができるのかっていうことは最初信じられなかったんです。ところが実は今年の1月になって、あるそのですね、つまり創造主のエネルギーと思われるエネルギーにつながることができました。で、これはですね、僕はザ・レイって呼んでいます。で、レイはツインレイとかと同じで光っていう意味ですね。で、ただの光ってあるんですよ、つまり言いたいのは。で、なんでそのただの光ザ・レイっていう名前にしたかというと、本当にすっごいシンプルな光のエネルギーなんですよ。なんかその例えば僕が使っているアシュタールレイっていうですね、11次元の金星のこう愛のエネルギーなんですけど、やっぱりその広がるような愛のそのですね、無条件の愛のエネルギー広がる感じとかですね、あとはユニバーサルレイって呼んでいるこの、この宇宙創造、宇宙を作ったエネルギーのようなもの、これやっぱりすごくエネルギーの勢いがあるというか、すごい高い波動であると同時にとてもエネルギーが強い感じっていうのがあるんですね。で、そういうやっぱエネルギーもその周波数ごとの個性があるんですけれど、このザレイに関しては本当にそういうのがなくて、シンプルに光としか表現できないようなエネルギーなんです。だから一見するとこれそんなにすごいエネルギーなのかなって思っちゃうぐらいで、僕も使い方なかなか逆に言うとどうやって扱っていいかななんていうのは本当に分からなかったりしたし、なのでこれまでもお客様には使ったことはなかったですね。ただ今日ですね、今朝に起きた時に、その自分に勝手にその頭の方がザーッとこのザレイのエネルギーが入ってる感じがしてきて、このエネルギーザレイだなっていうふうにその思って、で、このエネルギーもっと使っていきなさいっていうようなメッセージのように感じたんですね。で、じゃあそうか、じゃあ今度本当にこれ使っていった方がいいのかななんて、本当ハイヤーセルフもなんとなくそんなことを言ってる感じもしたので、それでじゃあこれからは本当お客様向けの遠隔ヒーリングとかにも解禁していこうと、やっぱりちょっとそういうのとつながってるっていうのを言うと、やっぱりちょっと正直僕もそういう他のヒーリング団体の人にいじめられるんじゃないかみたいなことを考えて、あんまりちょっと出してなかったんですけど、やっぱりそういうのあると結構そういう存在たちというか使えよみたいなのが来るんですよね。で、今がそういうタイミングなのかなと思ったので、
で、この光のエネルギーを使っていこうと思っています。で、これは本当この宇宙だけじゃなくて、まあ、そもそもこの宇宙っていうのは僕たちがいる人は一つの宇宙に過ぎないんですね。この、まあ、第二宇宙って言われてますけど、他にもいくつもの宇宙が存在してたり本当はするっていうので、で、そういうのもひっくるめたその根本的なこの光っていうののエネルギーなんじゃないかなと。だからもう次元とかもないので、僕はゼロ次元、じゃあゼロ次元じゃないですね、無次元のエネルギーっていう言い方をしてます。じゃあですね、ちょっと実際ですね、この動画越しにザ・レイのエネルギーを落としてみようと思いますので、もしかしたらその動画を通して感じることが、結構感覚がいい人とかなんかは、そのエネルギー感じていただけるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと下ろしていきます。今、霊のエネルギーをこう下ろしているので、まあ、どこかに向けて送ってるってわけじゃないので、まあ、自分の体を通してちょっと発散というか、周囲に多分放射されているような状態だと思うんですけど、この本当エネルギーはまさに本当光としか形容できなくて、なんか愛だとかっていう特定のものではなくて、逆にあらゆるものを、愛も英知も、この何だろう、感謝とか喜びとかも、あらゆるものをなんか全て存在する。でもそれがすごいたくさんあってごちゃごちゃしてるっていうのじゃなくて、最も根本的なシンプルな形で存在するっていうエネルギーのように僕は感じてます。で、まあ、このエネルギーを使ってったらどういうふうな効果があるのかななんていうと、正直、まあ、そこまで今磨くにはなっていないんですけれど、おそらくこのエネルギーっていうのが、まあ、本当の霊的進化ですね、霊的成長っていう意味で、まあ、光そのものに僕たちが帰っていくことを促していく、そんなことをしてくれるなんかエネルギーなのかななんていうのはちょっと今ざっくり思ってます。で、やっぱり未知数なところはあるんですけれど、なんかこれを使うことによって、これからも、まあ、僕のセッションとかヒーリング受けてくださる方の何か、すごくプラスの影響が出るんじゃないかなと思ってますので、で、今後、次の体験セッション募集ありまして、継続セッションをやるので、そのお客様、あとは今継続セッション中のお客様には順次このエネルギーっていうのを解禁して使っていきたいと思ってます。今日は以上です。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらですね、この辺の下にあるチャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。